ミハイル・ディテリフス。ミハイル・ディテリフスは、帝政ロシアの軍人。ロシア内戦時の白軍の指導者。中将。1894年、パジェオ年団。1900年、ニコライ参謀本部アカデミーを卒業。1910年4月から、キエフ軍管区参謀長専任副官。1913年6月から、参謀本部の班長。 1914年8月23日の動員の際、最高司令官付属の文書事務委任召喚代行に任命され、ロシア軍の作戦の各種要素の分析に従事した。1914年9月から第三軍参謀部補給総監となり、クラコフの戦いの時、参謀長を代行した。1915年4月、南西戦線の軍参謀部補給総監に任命。 アレクセイ・ブルシーロフ将軍を補佐し、ブルシーロフ攻勢の準備において大きな役割を果たした。1916年5月、テサーロニキ戦線派遣を目的とした第二、特別副評旅団の長に任命。1917年7月、ロシアに召喚され、ペトログラード軍艦区産防部に編入。1917年9月、最高司令官付属補給総監に任命。 1917年11月、ウクライナに逃亡し、チェコ軍団参謀長に就任した。1919年1月、アレクサンドル・コルチャークの委任により、皇帝一家殺害事件調査委員会を率いる。1919年1月から、西部戦線参謀長。1919年7月11日から22日、シベリア独立軍司令官。 1919年7月22日から11月4日、東部戦線司令官となり、同年8月10日から10月、最高統治者参謀長、8月10日から27日、軍事層を兼任。コルチャーク軍の敗北後、ハルビンに移住。メルクーロフ政権の崩壊後、1922年6月1日、臨時沿いアムール政府の軍司令官に就任。 1922年8月8日、集会により、沿海地方の地方軍司令官権統治者として認められる。1922年9月から10月、ディテリフスの部隊は赤軍に撃破され、自身は中国に亡命した。1930年6月19日、半人将軍とロシア全軍連合局党支部長を交代。在上海商工団名誉会員。 ありがとうございます。